さもなか島の戦い、下克上に明かしれる戦国の世。関東藩名上杉謙信は弱体化した足利将軍を庇護すべく正義と秩序の戦いを繰り返していた。謙信は自らを毘沙門天の化身と称し、その戦いは49年の生涯において数十回に及んだ。中でも10年余りに及ぶ宿敵神の虎武田信玄晴信とのほどにわたる沢中島での合戦は熾烈を極め、雌雄を決することはなかったという。永禄4年秋、4度目の沢中島での合戦、天聖粛粛と未明の宿間川を渡る上杉軍、その時赤もやに煙る武田の陣に信玄目がけてただ一騎、越後の竜上杉謙信テルトラ、いざ天山。お願いいたします。
勝利。